これは一応何洋服的に言うとあれかあのロックダウン、ロックダウンセッション、ね、あの直球を持ってこようとして文字通りのコスプレね、うん、これがロックダウン、ロックダウンセッションの時に着ていたあのデニムのこの、これあれでしょ、あのブランドも同じなんだよね、そうですね、どこのやつ、あのビズビムっていう、ビズビム、あんまりいいんだよいいんだよ、全然いいんじゃない、ずっと最近そのデニム多いよね、そうですね、洗ってんですかね今度会ったら聞いといて、まあ、3着は持ってるだろうけどまあでも洗って着回してんじゃない、着回しっていうか、どうしようかな、じゃああれする、あのファッションショーやる、そうしましょう、じゃああのこっからはあの神くのワンマンショーファッションショーでお送りしますそれではどうぞ、需要があればいいなはい、コスプレシリーズ、シリーズになるのかななるんですかね、まずギターとエフェクターとアンプでコスプレをお話ししてくれた神くんですが、ファッションの方もコスプレをしてくれています。まずこの服装のテーマは何でしょう。この服装のテーマはですね、あの最近発売になったロックダウンセッション、ロックダウン、うん、っていう、まあ、あのアコギで前編やってる、うんうん、あのものを意識して、同じものを揃えてみたというものになっております。なるほど、なるほどだから2つばかりちょっとあれなんですよね、うん、2つばかりあのちょっとあのお貸ししたい問題がありまして、うん、間違い探し、白髪と、うん、この出たお腹これは彼には偉いですなるほどね、ちょっと 前目にこう白髪染め、白髪逆白髪染めじゃないですかね。でそのちょっとアイテムの詳細を教えていただけますか、はい、まずブランドは全部ビズビムですね、うん、日本のブランドで裏原のね、はい、はい、それでっていうので、そうですね、このあのデニムのシャツと、うん、この中の T シャツと、うん、あとあのこのデニムの、うん、デニムデニムデニムっていう感じですね。で何詳しいその品番とかわかる？品番、そうですね、これあのデニムのシャツのあのこのコートがうるさいシリーズがあのソーシャルスカルプチャーっていうソーシャルスジーンズが、はい、うん、シリーズになってて、うん、これはあのそのデニムのシャツですね。ははははなるほど。上もソーシャルスカルプチャーってやつだ。はい、そうです。でデニムはいろんなその太さのラインナップがあって、うん、これがまさにクラプトンのやつ。はい、クラプトンが履いてるのが01っていう、うん、結構太めのタイプになってて、ほうほうほう、で最近は痩せたので 1.2 っていうのを履いてます。 1.2 っていうの何それって、クラプトンのためにその微妙な数字が出たのかもしれないですね。で下の T シャツが、これもあのそのシリーズというかビズビムのやっぱりソーシャルスカルプチャーってやつ、はい、これはあの 3枚がパックになった T シャツで、おそういうのがビズビムで出てる、はい、なるほど。でこれでロックダウンセッションやっていると、はい、まあ本当はあの本人はこの上にチョッキを着て、ああそうだったね、うんうん、なるほどなるほど、それであの335に、うん、EC チャンプを刺せばもうこれであなたもエリック・クラプトンいかがでしょうかちょっと後ろ向いてみて、後ろはこんな感じですね。このさ、はい、ジーンズのソーシャルスカルプチャーの後ろのあのポケットってどんな、なんかそうですね、ここのチャックがチャックなんだよな、ついているというところが、うん、あのちょっと特徴になってますね。だからバックポケット二重になってるってことだね。そうですね、うん、まあ、ここにコイン入れたりとか、うん、で特にステッチは入ってないんだね。そうですね、リーバイスみたいな感じにはなってない、うん、だからパッと見あれだよね、だからビズビムっていう感じではないけど、そうですね、まあ何の特徴もないジーンズになってます。なるほど、うん、OK です、はい、じゃあ次行ってみようか、はい、次行ってみます。はい、はい、次のテーマは何でしょうか。次のテーマはですね、2014年6年に発売された
I Still Do というアルバムがございまして、そのジャケットで、着ている、アルバムのジャケットで着ているジャケットジャケットのジャケットが、ね、このデニムのジャケットになってます。 I Still Do って、そっか、クラプトンの写真だったんだっけね。そうだよ、ピーター・ブレイクっていう、イギリスのデザイナーが、絵を描いて、でジャケットにしたと。大丈夫でしょ、ちょっと、そうそう、これね、はい、サインが入ってる。なるほど、あー、同じ同じ同じだ同じだよ、こうする感じなるほど。これの詳細は？これもまたあのビズビムの、ジャケットですね、デニムの。それの品番は？これはちょっと101って言ったかな、101とかいう。ソーシャルスカルプチャーとかじゃないんだ。ではないですね。101ジャケットというものになってます。ちょっと光っちゃったかな。ちょっと読んで。まあ、特に何も書いてないからね。ああ、そうかそうか。タグですね。なるほど。ちょっと着てみて、もう一遍、はい。形的にはリーバイスのどれにも当てはまらないんだな。そうですね。だから本人の着てるのは若干違うかもしれないですね。うん、これ両サイドのにポケットがついてて。あ、セカンドなのかな。セカンドで肩ポケットって感じか。なるほどなるほど。これはこれでまた別の機械にも来てるのを確認しています。で、中のシャツは、中のシャツはこれはあのちょっとネルシャツみたいな感じで、あのブラックエルクっていうシリーズのネルシャツの、ブラックエルク、はい、の、 あのこうチェックのシャツになってます。なるほどね。まあ、大体2014年ぐらいのモデルだと思います。これを着ている他のそのジャケットのやつ以外にはなんか、この目撃談はあるの？そうですね、これの色違いを、あの LA で藤原宏さんと、エリック・クラプトンさんが会った時に、これの赤と青のバージョンを着ています。なるほどなるほど。おお、そうかそうかそうか。へえ、ジーンズは今さっきのと一緒ね。同じですね、はいはい。なるほど。後ろ向いてもらっていいですか。後ろはこういう感じですね。なるほどなるほど。あ、後ろのこのパッチはこれなんだろうね。ちょっと変わったパッチだね。そうですね、革のパッチはこれと一緒ですね。あ、ジーンズもそっか、うんうん、いいかな。なるほどなるほど。ちょっとブルーのねバックストラップというかベルトがついて、でポケットがここに、ここにポケットね、うん、なるほど。どうですか着心地は。そうですね、これであなたもエリック・クラプトンというところでしょうこのメガネもメガネメガネ、はい、メガネって、うん、あの GLCO っていう、ちょっとかけてかけて、うん、GLCO はいっていうブランドを最近愛用していると。なんでわかったの？なんかお店の広告というか、うん、ああ、クラプトも写真がつけてますよみたいな、出ていたので。日本で売ってんの？ある店にはありますね。なるほど。はい、その質問、そのメガネはラテですか、はい、それともちゃんと度が入ってるの？私左が目が悪いので左は入ってます。右も若干入ってます。じゃあちゃんと、はい、役に立つというか、そうですね、普段それをかけて、はい、やってるんですね。ごっこ遊びをしているというわけです。宣伝があるからきっと言っても差し支えないと思うんだけど、はい、そのメガネ神くんはどこで買いましたか。これはどこだったかな、渋谷のクラインっていう店でだったと思います。うん、どうやって探し当てたの。検索で、検索でどこで日本で売っているかっていう。なるほど。あ、違うな、渋谷のクラインでも取り扱いはありますし、うん、あと私が買ったのはあそこですね、青山のブリンクっていう店。うーん、で何、まさにドンズバがあったわけ。はい、なるほど。ネットでもなんか出てるみたいです、はい、最近一番最新のエリック・クラプトンモデルはこれよりもうちょっと縁が太いものをかけています。あ、そうなんだ、よく見てるな。エリック・クラプトンモデルって言ってんの。
とは名乗ってないですね。じゃあ何がユニクロとモデルかって型番で分かったの？まあ そのレベルですごいね、はい、どうやって調べるの？なんだろう、偶然写真を見つけたりとか、あここの特徴が同じだなとか言って、写真を穴の開くほど見るんだよね。そうですね、まあ、手の出ない値段じゃないね。まあなんとか。おいくら万円ぐらい？3号から、うん、なるほど。まあ、中古品でもいろいろ物は出てますね。まあ頑張れば買える値段だね、はい、うん、なるほど。I still do。 これで私も、いや、これで君もエリック・クラプトン。